おはようございます。勇気 100% の陽介です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。前回はこちらのチャスの家の裏の畑を作りました。今日はその続き、この辺をなんとなくしまくりしていきたいと思います。一応希望としてはこの辺に階段を作って、この辺にそうだな、滝とかなんかそんな感じのが作れればいいかなって思ってます。それでは頑張ってしまくりしていきましょう。しまクリエイターを起動して、この辺には滝を作ろうと思っているので、まずはベースとなる滝壺を作っていきます。ちょっとだけ海岸の方もいじってみます。まあとりあえずこの辺はこんな感じで簡単に作ってみました。今度は滝を作っていきます。2段目の滝も作って、こんな感じかな。さて次はこの辺に階段を作っていきます。階段は石の階段にしました。階段の周りに土地を作り、この辺には家具を置きます。かわいい家具を置いて完成です。階段周りはこんな感じになりました。ちょっとだけ海岸もいじって、滝の周りはこんな感じになりました。いかがだったでしょうか。次回も頑張ってしまくりしていきますので、応援よろしくお願いします。それじゃあまたね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。